はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回はですね、前回逃走中で60メートルボムでハンターがなんかもうエリアから出るっていうね、検証をやってみたんですけど、あれはファンタジーでやったんですよ。で、今回はちょっと他のステージでもちょっと検証してみたいんだけど、まあ一応できるっていうのは分かってるんだけど、だけどね、普通に動画としてね残したいのでやっていきたいと思います。で、まずはねアイテム買っていきたいね。逃走中自体ここ最近動画もあんまり上げてないから、ここら辺は売るのか、こんな感じでいっか。で、ハンターが何体、まあ多分普通は2体とか多くても3体だと思うんだよ。まあ一応3つ買っとくか。こんな感じいいかな。よし、じゃあやってこう。で、今回やるのは地中海と祈りの王国かな。地中海と祈りの王国やっていきたいと思います。まず地中海からもうやっていこうかな。で、せっかくだからやっぱハイパーハンター行きたいよね。賞金もねたくさんもらえるから。さあやっていこう。できるよね、さすがに。だってまずここを開けないといけないっていうミッションだった気がするんだよ。だからそうだよね。一応もうここに置いとくか。レーダー使ってボム使うか。さあ出てこい。いや、逃走中久々なんだけど本当に。おー、ハンター来てるね。あ、やっぱりそうだね。ってことはこのミッションやんなくてもいいってことか。 OK、 じゃあね、ハンターがあそこにいるから使おう。オッケー、これでやっぱりできるね。最高だな、外にいるね。いや、素晴らしい本当に。じゃあ、あともう一体がここにいるからね。だからこれが多分ね、あと2分後ぐらいに多分出てくるんじゃないかな。ハンター、おお、びっくりした。ハンター来ないよね。ああ、そうだよね。そう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 、こんな感じでね、まあ、ハンターは見えないけど、おっ、やあ。あとはもう一人ちょっとね出てきたらやるか。これハンター来ないよね。なんか来そうで怖いんだけど。あとはね、こういうアイテムとかも集めていきたいね。これも売れるからお金になるね。さすがに捕まんないよね。だよね。いや、これで捕まったらやばいと思うけどね。貫通してるからね。お、ハンター来るからそれに備えるか。いや、こっちだ。違う敵の方行っちゃったよ。いいね、これで。やっぱり外行く、素晴らしい。もうこれで何もしなくてももう勝ちっていうね。もう2人外にいるんだよね。で、あとこれ一番いいのが、僕がミッションやんないとコンピューターは絶対しないからね。プラスハイパーハンターだから賞金は2倍。大丈夫だ、みんな安心しろ。いや、本当に悪そうだなこの顔。本当に悪そうな顔だな。よし、いや結構もうすぐで終わるじゃん。さて、もう放置でも逃走できるという、逃走成功のこれ外でやってるんだね。ジュージー獲得賞金、まあ、202万か。いいね。じゃあ次はね、多分動画的に早いからカットするとね。だから祈りの王国でもね挑戦していきます。じゃあハイパーハンターでいくか。ハイパーハンター。で、祈りの王国もね、なんか最初ねこの小さいドームみたいな中でねやるから、まあ、これはもうねできるね。
どう見ても。みんな安心しろ。大丈夫だ。だけどさ、この中でさ、ハンター2体って、かなりやばいよね。そう考えると。だから、こんな感じでいいかな。始まった。ハンターが来るよね。オッケー。じゃあ、オッケー、どう？え、かなりすごいところまで行くな。やば！え、すごくない？これ。こんなに60メートルある。ってことは、だいたい、その半分、じゃあ90か、あ、やっぱ100から90だね。メートルとしては。縦が。ってことは、横も100ぐらいかな。じゃあ。あ、いや、それはない。あ、いや、そうだね。そのぐらいか。100かき100かな。ハンター、外でさまよってるんだけど。おー、ここね。ここにいるのか。いやー、ここさ、何なんだろうね。これがめちゃくちゃ不思議。あ、これが扉？あ、これ扉なんだね。そういうことか。こっちだけかと思った。まあ、あとは、もう一体のハンターを待つだけかな。多分、出てくるんじゃないかな。もうすぐで。1分後か。ってことは。あ、よっ。もう出るか。オッケーオッケー。じゃあ、さあ出てきた。OK、これで、あ、同じところにワープされる。いや、もうこれでもう大丈夫ってことか。めちゃくちゃロックオンしてくるな。あ、もう一人来た。いやー、来てしまったか、ハンターさん。じゃあもうあとはもう放置だけっていう。いや、もう最高だな、本当に。これでもう賞金集め放題。時間はまあ15分待たないといけないけど。それがね、効率めちゃくちゃ悪いよね。なら自首した方がいいよね。よし、危ない危ない。あと10秒で終わる。なんか、やっぱね、10分くらいあると、正直ちょっと他のことをやってたからね。OK! ジュージュー。なんか忘れちゃうね。もういいんじゃない？ 218 万。はい、ということで一応今回はですね、祈りの王国と地中海で、ハンターがいない世界的な感じでね、一応やってみたんですけど、まあ、今度ね、また逃走中撮るときは違う、マップでね、やりたいんだけど、まあ、例えばおとぎ話とか、ウエスタンゾンブも、なんか一応、パピコの部屋さんが一応コメントでね、書いてくれたので、まあ、一応それを、今度ね、やっていきたいね。まあ、てことで、一応今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しでも良かったら、ぜひ高評価、あとチャンネル登録、よろしくお願いします。てことで、バイ！